公益社団法人東京地学協会は1879年4月18日に創立された地理学・地球科学に関する学会である会員数約800名、地学の専門家によって構成されている。地質鉱物学約60%、地理学約30%、地球物理学その他約10%で構成され、地学における専門分野の連携を促し、 その総合的な発展、普及を推進することを目的としている。学術雑誌、知学雑誌を年6冊刊行している。多くの学会のような研究発表大会は開催されていない。知学の普及のために、一般向けの学術講演会、見学会、知学を楽しむ会、毎月の講演懇談会などが開催するほか、書籍の編集発行や、 地学に関する調査研究、会議などへの助成、東京地学協会メダル等による検証を行っている。2012年4月1日に公益社団法人に移行。1878年、オーストリア国駐在職期間をしていた渡辺高喜が、ウィーン地理学協会会員となり、国の発展において地学が多くの可能性を持っていることを知って、日本にも 地学を専門とする機関が必要であると痛感した。帰国後、榎本武明、花房義室、鍋島直弘、長岡森吉と官を同じくし、協会の創設に向け、同志を集める。1879年4月、北白川宮義久新郎を、社長、榎本武明、鍋島直弘副社長、渡辺孝樹、桂太郎、北沢正成、 長岡森吉を漢字に東京地学協会を創立した。同年、開始、東京地学協会報告を刊行。1893年、東京大学地質学科内の地学会と合併し、合併以降は、同会の地学雑誌を東京地学協会の開始として発行している。創設初期の会員は、政治家、外交官、軍人、家族で構成され、会長は、 創立初期には、吉久新郎、琴人新郎、江本武明、徳川頼道、細川森達などが務めていた。しかし、日本に地学の専門家、愛好家が増えるにつれ、地学者が運営に当たるようになり、1970年以降は、研究者も会長に就任している。協会は、イギリスのロイヤルジオグラフィカルソサイティを見本とし、 海外の調査に早くから関心を持った。1910から16年にかけて、新国地理庁と称し、中国中南で独自の調査を刊行増補追加して、死な地学調査報告3巻、化石図譜一巻、全図、地質図4用などを出版した。これは、当時の日本において驚くべき功績と言える。1920年代に入り、 科学の文化に伴い地学分野も多種の専門分野に分化し始め、地学に関する専門雑誌が各種刊行されるようになったこと、関東大震災によって、会館、蔵書、資料がすべて消失し、その後の事業にも多くの制約を受けたことなどから、協会は地質調査所の費護を受けるような状況になった。しかし、会員たちの努力によって1930年には、 開館を復興し、日中戦争の中では、1938年から1943年まで、品関係の論文だけで編集した品語を刊行し、地学の立場から中国大陸の分析を進め、知識の普及を図った。敗戦後の難航期は活末経営して乗り越え、1961年により、地学雑誌を各月刊として刊行した。東京地学協会は、 早々期から第二次世界大戦期まで調査研究、見学旅行を世界各地で実施し、その成果を講演会や雑誌に発表、また地質図の観光を行い、戦後は地質鉱物学、地理学、地球物理学など、1920年代以降、これまで積み重ねてきた地学の専門的な研究の成果と社会の連携を試みる活動を行いながら、 今日に至っている。東京地学協会が西洋的地理学を日本へ導入し、それが発達するに伴い、地理学は自然地理学の分野において成長してきた。その後、人文科学の発達が地理学の中にも及び、人文地理学という分野が発達し、さらに社会科学的方法による経済地理や社会地理が発達した。このことから西洋的地理学は、 現在における日本の地理学の発展への一歩として不可欠なものであり、東京地学協会の果たした大きな役割の一つはその一歩を踏み出したことである。また、海外の調査研究を数多く行い、その調査結果の分析、研究を深め、国内に限らず地球規模での研究を重ね、地球科学の発展に貢献している。近代に入ると地質鉱物学、 地理学、地球物理学など、専門的に分化した地学の処分野に、科学的見地からアプローチを行い、その研究成果と、社会とを結びつける役目を担っている。東京地学協会は、渡辺光樹がウィーンにおいて、会員だった、ジョバグラフ社ゲゼルシャフと、鍋島直弘、長岡森吉がロンドンにおいて、会員だった、ジオグラフィカルソサイティを反としているのに、 ジオグラフィーの訳語をそのまま用いて、地理学協会と名付けず、東京地学協会と名付けている。これには二つの理由が考えられている。一つは、当時、明治10から20年代、地理という言葉は、中国伝来の国軍史を指していたと思われることで、ある。これは、文献を模索することで、地方国軍の遠隔を調べ、一定の基準によって、現状を記載することである。 この主観的思想によって、日本では明治初期から大乗官知識あるいは内務省、地理局において広告知識の編集を全国的に進行させていた。これが当時の地理の持つ固定した意味であった。もう一つは、西洋伝来のゼオガラヒーの意味である。この言葉は、幕末には、ゴースの形状、人種、各国の生態、徒歩、軍備等を、 主とする諸国史を意味し、やがて慶応から明治初期にかけては国づくし、往来もの風の世界知識を意味し、さらに学生発布に伴い文部省や師範学校に取り入れられて、教育のための重要な素材として用いられたものを意味した。このような意味内容で解釈された、地理以外のものを渡辺幸喜らがヨーロッパで見て、それを日本でも必要だと考え、 それを日本語で表すには、従来の地理では、誤解を招く、可能性があったため、教会の創設者たちは、ジオグラフィカルソサイティを、地理学協会とせず、地学協会としたのである。なぜ、従来の地理では、誤解を招く、可能性があったのかというと、当時の人々にとって地理は、江戸時代以来の、土地、国情の記載を意味していたからである。当時の人々は、 ジオロジーを土地のことを研究する学問と解釈し、それを地学と呼んだ。古藤文次郎は元来地学は地球学の意味であったが、東京地学協会の人々は地球学を省略して地学とし、その名称が類似しているため地理学ジオグラフィーをアードクンデイとしたと述べている。現在、日本で地学はアースサイエンスと訳され、ジオグラフィーは地理学であるのに、 地学雑誌の英名が Journal of Geography となっている理由もここにある。東京大学地質学科第1回卒業生の小藤文次郎は地理学に特別の関心を示し、1885年ドイツ留学から帰国して理科大学教授となり、地質学の研究、教育に従事するとともに、1889年地学雑誌を創刊すると、 地理学について十数回にわたって講義を執筆した。彼の論考は従来の東洋的な内務省地理局風の地理学ではなくドイツで見て学びそして身につけてきた地理学だった。これは日本語で西洋風地理学の体系を導入した第一歩と言える。明治10から20年代の小フジらの地理学は地学としてこれを捉えた。小藤らは地学は 土地の学で地質学、鉱物学、地理学を含んだものであるとした。他方で、幕末以来、地理学は地球性学と地文学と国性地理から構成されるというのが通説であり、小藤らの地学者の地理学も地球性学、地文学の自然地理的なものと国性地理の人文的なものとを何かしらの限定も理論もなく並列して変えり見ないといった矛盾を持っていた。 しかし、地理学の中で学問として最も早く、定立していったのは、ヨーロッパの場合同様、自然科学的側面、特に地質、地体構造から違う地形に関する研究技術であった。小川拓司は1900年に地学協会に入会するとすぐに、地学雑誌の編集を任された。小川は、入会以前から、読者の質問への応問を書いたり、協会の移植を受けた。 神保祥子の命により、読書少量の末、台湾諸島氏を書き上げたり、また1898年、山上万次郎の退官の後に、地質調査書に就職したこともあって、教会との関係は深かった。当時、地質調査書には、岩石、脂質、交渉など地質学に関すること以外は何も書かない。学者ばかりで、書評、雑録、 雑報と幅広い対象をこなせるのは、小川ただ一人であった。1900年に、パリ万国博覧会が開かれるにあたり、100万分1、日本地質全図を出すことになったとき、小川は自ら提案して、中央日本の地質全図を出し、陳列員かつ審査員として渡米した。1年余りのヨーロッパ滞在を得て、本職の地質調査より、地理学に対して視野を広め、 感覚を養ってきたので、その後の地学雑誌への執筆の際には縦横に筆を振る舞うことになる。地学雑誌が教会に移った明治20年代後半から地質学以外の記述をした学者は少ない。しかし小川は早くから地質、鉱物と人文、社会の問題について両者を相互に扱うことができた。小藤は従来のあやふやな地学に代わって、 地理学を教会の当面の対象とし、地学教会、地学雑誌の地理学への思考に貢献した。また、外国旅行団、探検団を多く掲載し、地学雑誌の体質を作り出した。ありがとうございます。